いやいやいや、どうもすいませんね、はい、あのとにかく、まあ、あのケンジが今ね、そうですね、あの、西成の、はい、あのなんていうと、南蛮屋というところですね、ライブツアー中ということで、ね、だからジャンジャン横丁の近くなんでしょうね、割とね、そうですね、はいはい、あの辺がずっと抜けたら、はい、であの抜けるとあの動物園 の, あの、はい、道楽亭というのがあるんですよ、はい、うちのあのザコバさんの、ザコバ兄さん、はい、兄さん文化庁 の,、あのもらいましたよね、すごいことですよ ね, ね、文化のやったかな、文化勲章、文化勲章ですかね、文化勲章もうたの、はい、勲章じゃん、文化勲章じゃん、なんだっけ、文化功労賞、いや、これじゃちゃうちゃう、なんだっけ、文化厚生労働厚生労働省文化か、文部科学大臣賞全然ちゃうやん、急に大混雑する、ね、文部科学大臣賞、今な、え労働省とかな、なんか厚生労働省言ってる、何を言う、何すんねん、はっきり言ってください、はい、ね、文化、文部科学大臣賞、これものすごく久しぶりなんですよね、落語家の方が受賞する、文部科学大臣賞ね、はい、すごいですよね、それはもうお兄さん今近づいたら聞けへんと思いますよ、えまあちょっと怒ってあるけどね、あそうなんですか、まあ、僕が寄っていくと怒ってあるから、ね、まあまあこの頃割とうまいこと言ってますけどね、そうですね、いつもライバルだとね、いやライバルって、ね、ライバルだとそのだいぶ10年先輩ですからね、あの僕が行くとイラつかはるんですけどイラつく、何かと ね,、ねそれはまああるんですけど、で、まあ、でもケンジがその、はい、なんていうか、なんていうところですって、出るところは難波屋です、難波屋ですよね、はい、どんなライブなんですかそれは、アコースティックで今日は、そのツーマンでやるんですけど、ツーマンって何の、2人だけ、だ相手は誰でも、一人は相手は、ですね、先輩でボッチさん、ボッチさん、はい、この間お前の先輩におったで、あシーサーですよね、シーサー、あのトランペット吹いてる、いやいやそれどうなのかな、いや知らないけど、先輩、CD はもうってまだ聞いてないんだけど、 あれ僕の下です、一個下です、いや店やってるやつやで、店違う違う違う、誰だろう、違うって東京芸術劇場で店やってるやつやわで太郎の知り合いや言うてて、浜田健二もよう知ってると、店をやっててそこで CD くれはったんや、浅草でお店やってる、浅草じゃ、じゃない、全然東京、あの違う違う違う、池袋、池袋芸術劇場のところの、あの僕、俺野田秀樹と飯食いに行って、はい、それで、ね、そのそこ行って野田秀樹とか、はい、それとかあの千尺とか、はい、うん、その後みんな飲みに行ったんですよ、はい、うん、ほんだらあのそこにいてた、あの友達から鶴瓶さんに会って、うん、CD を渡したってメールを、それやんか、それやんか、それがそれは、うん、シーサーさん、シーサーって言ったあの浅草人太っていう、なんか聞いてないねん、それは、あだあそれはね、あのもうそれももうた浅草人太、それももうた、浅草人太はまた別の別の人やん、うん、そう、あ一緒のバンドの人です、浅草人太、浅草人太の方とはまた違う方とは、はい、違う方、ね、野田秀樹さんとか、うん、結局誰かわからない店やってるで、店、池袋で、ね、池袋で店やってる人やね、池袋、あのあれ入れ、あのあれして、あれしてなんか調べて、何やってる、どうやって調べて、池袋店やってる俺に、俺に太田、俺に太田、いやいや絶対出ないですよ、それ出てたらすごいやろ、俺に太田は、でも鶴瓶さんに会ったとかなんか書いてるかもしれないですけどね、そういう方がね、わかんないですけど、いやほんまにね、俺そんななんかそういうことに、あのまあ要はあれやん、不思議なことが、はい、ね、はい、でもここんとこやっぱ強烈やな、あそうですか、昨日家族に乾杯で行きました、はい、その前の日に散髪しました、で散髪してる人が明日鶴瓶さんどこ行くのって言うから、こいついつもそうなんやけど、どこ行くのって言うから、はい、いやあの鹿児島やって、鹿児島出身やから、鹿児島で前の時は買い物だけ言ってたよ、はいはいはい、買い物、私買い物だけの近く、買い物だけの近く、買い物だけの近く言ったって、買い物だけ広いですか、富士山の近く言ったって、薩摩富士もうすぐ回るやん、そう大きい大きい近くって、そう言って、そんな聞き流してたんや、はい、ほんで、まあ、神社から前の時よ、そいつとはもう古ヤンタンで修行でやっちゃうの、そいつ、ヤンタンの座るラジオやってた時のずっと神や、あのなんていう神やる人やねんね、はあはあ、でお前の行ったるわって、それでも結婚して東京行きやったから、うん、お前にやってもらうと、これ賞2回取ってんの、日本一カット、すごい、日本一カットの人に俺やってもらってんだよね、この頭、さも通りでね
どれを綺麗なわけ6800円や、6840円お前何やんそれするやない量じゃないすいません今日マリリンがちょっと今ねいなくて豊崎ミリアナウンサーが代わりに来ているということをまだ言ってなかったので、はい、すいませんありがとうございます、はい、かなり密着した横におるよね、いやそんなでもない普通ですよ、いやいやラジオやっててこういう感じでちょっと相手の ね、なんかちょっとぬくもりが感じるよ、今度ちょっと緊張してるってね言ってました、なあ、もうなんかぬくなってるだよ、ちょっと緊張してカッカしてるかもしれないですね、あそう、はい、ここ今日女ばっかりやねこれあのね外がね外がね本当にね中井とそれから俺誰やあれ、鈴鹿と綾香、はい、綾香ちゃん麗華、鈴鹿と麗華やね、麗華はもうあのすぐにこの人時間ですそういう人ね、そうですね、うん、ちょっとやめてもらっていいですか、ちょっとやめていただいて今なんか撮ったでしょっていう人で、前回の放送の話を、はい、心にちょっとね傷を負ったで鈴鹿はもう耳元で次のとこ降りようって言われて逃げていったやつやねそうそうすごい話でどうしたよ言ったらパンツまで手突っ込まれた、それはあかんやろ、まだね出てきたばっかりの時にねこっちに、そう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 、大変です山口県からね出てきた、で今日それをですね俺あの中井がもうやめるんでね、はいはい、お前なともうやめんのか言うてあいつの返し前はもしかしたら俺なもうやめ泣きながらお前あの手を入れていくかも分からへんよ言ったら、はい、あのセクシーな声で処理しときますって返したもんな、ね、本当にもう返しすごいよ、はい、処理しときます、すごくもうなんかすごいすごいってずっと褒めてるんですよ、すごいやろあいつ、聞いてて前回の放送も聞いて感動しましたよ、そのままで止められますお話前回 ね前回そうでしたね、はい、うんすごいよねすごい人です、ね、頭がいいですね、あれはすごい人間になりますよ、そうですね、後に銀行作るんじゃないですか、そういう意味でいやいやなんかやります、そんなことになるんですか、いい朝のレンドラのなんかハッピーな何かになるんでしょう ね、 すごいですね、ファミリア作るかね、ファミリア全部ヒロインになっちゃ う、 もうあります、ね、朝のレンドラなんか大きなパンツ作るとか、それは分かんないですけど手が入りやすい警察官になるとかね、ならないですよね、いやいや何が言いたいかそやったんで知り合った、知り合ったこの子がもうずっと結婚して東京行きやったから頭やってもらってる、その子が2回カット日本一になってる、はい、まあ、これはもう知り合ってだいぶなりますから ね、 すごいですよね、ずっとなってるんで今もあの三軒茶屋でまあ自分店みたいなのやってますからね、人とシェアしてやってるんですね、はい、で行ってますと、うん、でそこでどこ行くのって言われたから、おおまたお前鹿児島や言って、はい、で前の時は開門岳っていうから、うん、開門岳の近く行ったけど開門岳で広いからね、広い習字のところのなんか塾みたいなのたまたま入って行ったら、はい、もしかしてと思ったから、ええ、この子供の頃下川明子を言うて人がここへ通ってなかったって言うたよ、はい、それ聞いてないよ一個も、はいはい、ね、ダコちゃんやわって言うて、ドンピシャやピンと来たんですかそれを、いやなんかその買い物だけの近くやからいっぺんなんかそのこと言うたろうって、あどこかであの日本一なってるからね、あそうですね、だから、実はあの子僕のカットしてて実はあの子日本一になってるよっていうのはそういうの言えるから、うん、だからそこもし当たってたらね、うん、ほんだあこちゃんあこちゃん言うて、であこちゃんのお母さんにも会いに行って、家族に乾杯で、もうすごい素敵な人よ、山のところで牧場やったはって、もうお父さんとかもう素敵な人ですよ、そこにおった、これはもう10年ぐらい前やね、それは、あそうなんですね、うん、で昨日も一昨日か一昨日か髪やってもらってたら、あの剛さんどこ行くのって言うから、明日お前また鹿児島やわって、で、まあ、あの枕崎やだいぶ離れてんねん、はいはい、俺知らんから、はい、枕崎やわって、うん、え私枕崎で生まれたんです言うたねね、すごい、もうね、どこやねん枕崎のって言ったら、はい、森産婦人科言うとったんや、ほうほう、ほんでまあまあそれはもう、はい、私と、まあ、残ってるやんか、まあ、覚えたい、ラストね、まあ、なんか子供もいっぱいおってやね、うん、ってこの辺冗談でね、うん、森産婦人科で生まれた人って言うたら、はあ、私も言って全員が森さん、そんなここ森産婦人科だから世代で生まれてんの、お父さんの代からとか、そうか、代々で最後産婦人科行ったんや、へえ、すごいやろ、すごいですね、でそれ終わって
もうどないかして今メカうまい落語やってるから、はい、どないかしてちょっとどっかでかけたいなと思ってで見たら、千之助いうのがね千之助ってあの陣地兄さんのお弟子さんで、はい、千之助いうのが、はい、秘密寄せかなんかやってんのよ、はい、で団地の集会所で、はい、まあここどうかなまあねまあ、変なとこもあんねやよ、うんそのね、場所によってはね場所によってはねなかなか、はい、ファイル12とか書いて12回やってんのよね12回やなと思って行ったら、うん、書き方が間違ってて72回やってんのよそんなにやってるんですかそんなやってるのお前10年やってんねん前ね前10人ぐらいの子供やねん子供小学生で後ろも、まあ、だから全部で44、5人やわな前の子供らがめっちゃ笑うねんめかうまいめかうま聞き方分かってるんですね多分そうめちゃめちゃ笑うねツボツボでもうめちゃもうね花ツボ分かったら子供らもうめっちゃおもろいんやろなうん、まあ、そのアホのおっさんのねあれまあ言うたらめかうま、ん、兄ちゃんがいろんなこと言うよる、はい、普通の大人よりマリリンより知ってるで大人の聞き方でも素直にダーダーダー笑うねんほんで俺終わってここどないなってんねんと、うん、血の付けに聞いた72でももうだいぶ育ってますよへえ。そう子供やでそれはすごい土壌が小学生やですごいですね分かるようになってくんでしょケラケラ笑ってんねんもんはあ。よその会行ってアホ の人の会があんねんけどいやアホどこか分かりませんけどアホの人の会のお客さんは、いやお客さんが悪いわけないよ、ね、あんまり聞かれへん、みんなであと酒飲むの好きやからねそんな聞くなんどうでもいいみたいなんそんなあるよでも子供がすごいわできるんですねちゃんとそうその土壌作っていたのもすごいですねそのいや千之助すごいな思ったわねえうん、どんなそのお客さんはいろんなとこ行ってあるやろありますねで今回は初めてなそこナンバーは、もう3でも3回目ぐらいですねああの辺だから酔ってる人多いやろすげえいますねでも本当誰が来るかわからないわけですよねでもあのちゃんとひどいと返されてますねあ、うん、そうなんですかもうおっさんも帰れやって言われてて店員さんが店員さんがちゃんとおっさん帰れおっさんも帰れうわもう酔ったよもう本当もう見るからに俺のいやいや、まあ、これ終わってライブあるから行ったろかいなもんだけどやめときます目立ちますよ鶴瓶さんから行ったろかいなもんだよでも浜田さん今回はねまたすごい試みのあるというふうに先ほどね伺いましたけどいや言ってる意味が全然わかんないですけど何の試みがあるの落語されるんですっていや違うんですよ違うもうほらこれもう前もう鶴瓶さん来る前に絶対その話やめてくださいって言ったのに別にあったらええやんこれは、ね、どんどん俺はねそういう人たちが落語やるって言ったらいいですよね、うん、あよかった、うん、全然俺だからあれない世界の鍋やつねはいはいはい、あいつもそうやし、はい、法政もそう、サンドさんね、とか法政とかね、はい、法政さん、はい、法政なんかもう完全に落語家やもうサンドもそうやそうですね、うん、もうそうなってしまうよ完全に、うん、それからトムもそうですよねそうですね確かに、うん、見に行きましたトムさんトムさんの落語家原宿にトムさんはちょっと問題ありますけどねそうですかしかもトムさんと誕生日一緒だったんですよねえ、あ、そうなんですか大晦日なんですよほんならお前も問題あるわそれは関係ないと思いますけどね鶴瓶さんが一番問題ありますけどねトムはね、はい、あいつはウエンツのことで調べていったらもうウエンツとめっちゃ仲いいんだけど、ね、ウエンツ の学校の高校の友達もんねんけど、はい、中野にあの不動産やっとんねんけどその友達はね、その友達のガレージにあいつがあの八方くんが作ったいろんなもんダジャレのダジャレな、はい、がもうものすごい直してんねんそのガレージ置くとこないから、ガレージの家賃払うとれんろくでもない人じゃないですか16万やで月払っとれへん、いやもうね払わんでもいいなんかそこのお父さんはトムのことをちょっと好きで気に入ってらっしゃってあいつなんかそういうね寄生虫みたいなのがあるねほんでそのそいつらに、あの広いところでやるよりやんかあいつ、はい、そいつらに切符売りつけようねんね
持たしよんねん。買わせるんだ。次からちょっと下げすんだ目で見ます。いや下げすんだ目で見てくれ。でもそういう人の誕生日やでやろ。うわー、すげえやだ。急にやだ。そこ関係ないです。いやいや、そうか、そういうのあるよ。でもそれは人間力やっぱり高いんじゃないですか。それだけ引きつけるね。お前上手やな。俺らそんな妖精んわ昔から。そうですか。全然そんな人ないわ。いや、今正直言ってそのほんまに人におごってもらうとかもないし。確かに鶴瓶さんがおごってもらったって話はあまり聞いたことない。全然そんなんないよね。それはまあ若い時に、まあ、たまたま出された人ねんだけど、ここ誰が出してんのかわからんの嫌やから、そんなんあるよ絶対。出す側の方、俺と勘九郎勘三郎がもう無業さんにとって、おいこれ誰出してんねん言うて、でもとにかく分からへんかって、嫌やんか変な人に出されて、まあそうですね、出したった言われるの言われるから、うん、笑おう言って二人で割ったことあるわ。ほとんど歌舞伎役者やでなもん。この間ダウンタウンの浜田さんが、あの鶴瓶さん、おごってもてないよ、アホか、なんであんなにおごってくれなかった、おごってくれなかったんですか。違う違う、俺とこ飯食うた後出ようと思ったら、はい、だ違うとこにおったんや、はい、ほんとキリストと一緒やってん。キリスト、うん、復活した。誰かキリストと一緒にご飯食べてんねやろな。キリストと一緒にご飯食べてるんですか。でバッと見たら、あの元阪神の、まあ阪急におったあのピッチャーの星野やった。えらい見た目がね、えらい見た目がキリストみたいな人としゃべキリストさんみたいな感じだったってことですね。浜田あんなこと言いやがって、あいつになんで出すことある。こんなもん前おごったったやね。だから口開けて待っとったやろな。そうですね、おごってくれるって思ってたんですか、ね、そうやで、ね、そんな言わしてもらう、あいつは座っとったやろ、はい、こっち俺知らんから、俺が見つけておお言うて言ったやね、はい、俺が見つけて挨拶言ったやろ、そう言うんならお前から来いねせやろ、そして怒ってほしいならね、おはようございますお兄さん、おはようございますって来たら、はい、そらね尻尾振ってきたら、あなんかもつけといたって言うけど、うん、俺がトイレ行った帰りにおったから、おお浜田言うて言ったやろ。言うといてくれ、わかりました、それやったらテーブルに来いと、俺が見つけて挨拶言ったやろ。え、言うこと何歩でもあるよ。俺におごれもう。あいつ俺より儲けてんちゃうか。どうでしょう、どうですかね、分かんない。いや想像でどう、俺より儲けてんちゃう。想像はつらい、どう想像は俺かい。っやっぱりね、うん、先輩でらっしゃるわけ、先輩やからって何歩でも。いや、そんな一つの仕事の単価がやっぱり鶴瓶さんの方が大きいんじゃないですか。そんなにやらしい見方、やらしい見方、汚い表現だ。一つ一つの単価が、一人当たりの単価って、鶴瓶さんを目の前にして単価だよ。俺マグロやないねんだ。ちょっとないがしろです。ないがしろです。あのね、俺昨日夜中に電話かかってきた一人ね、はいはい、で誰って言うたよね、あのすいません遅いに、ターコです、ターコです、ね、ターコさん、はい、ターコってもう俺も割とよいろんな人がいますからね、あターコターコガーって検索して、はい、なんで、あターコ分かる分かる、あターコお前何どうやったんって言うたら、うん、聞いてください、はい、あの私の知り合いで、うん、さんまさんのことをよく知ってる人が死んだんですと、はい、ですんませんけどさんまさんにそれを伝えていただいて、俺知らんちゅうのタコやないねえ。お前タコも知らんちゅう、ね、そんなおかしいやろお前、俺も怒ったもん、お前それおかしいやろと、タコも知らんしやね、俺になんで言うねんな。松竹やで俺 も, そ も, そも、ね、吉本に電話せそれやったら、確かに知らんやん、つなげば、ね、な何言うとんやあいつって、後で考えたら腹立っていいでも鶴瓶さんに言えば絶対知り合いだからって思ったんでしょうね、いやいや慌てて知り合いだから言ったって直結しちゃったんでしょ、近道を探したらそれが一番近 い, い, やいや、そんなこと、そんな不幸なことをね、夜中にね、全然知らない人電話できるか、私はできないですけど、私もそれおかしいって、うん、ね、あまりにもこの甘えすぎてんね、いたこやないねん。次ねして欲しかったんですかね、いろいろあるで、この間もハガキ来て、ちょこれは幸せなことやけど、はい、数年前あの女神山におられた頃、私行ったことあるんですと、うん、んでまだハガキ来てるわ、こう持ってんねんけどね、読みましょうかそのハガキを、はい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 、鶴瓶さん覚えてらっしゃいますか、昔鶴瓶さんの介護をさせてほしいと自宅まで行ったんです。どんな申し入れなんですか。ピンポンってなって出て行ったら、若い女の子は、はい、とにかくあのもしお体が悪くなったら介護させてくださいと、俺今ピンピンやった。
介護予約余計なお世話ですね。私は当時心身ともに闇でも今まあ元気になられたんでしょうね。あの時私は鶴瓶さんと共に行きたいと思ったんです。そんなこと心身ともにやんで俺と一緒に行きたいよ。なんか癒されたい癒されたいの、うん、あ生きる、そうでしょ、ね、行きたいって、そのあっちの方じゃないですか。心中しに来たわけじゃないと思います。行きたい、召されちゃう方から生活していきたい、生活して一緒に共に行きたい、生命を燃やしてみたい、なんで俺と別されたい。信じやん、知らん人で、全然知らん人で、この度ご縁があって結婚することができました。よかったな。ありがとうございます、うん。こんな人多いよ。でもちゃんとおはがきね送ってきて。いやよかったよかった、これはよかったやんか、うん。そうですね。せやろ、はい、さんまの知り合いが死んだよって俺さんまに言ったら嫌やわ。葬式の取り次ぎはちょっとやですね。せやろ、ほんまに。そんなんあんまりないやろ。失礼ね。そうですね。おばちゃんハグしてやで。ほんなら最後に触っとこえて。ちょんちょんでチンチン出されテレビ撮ってんねん。大胆ですね。大胆、大胆、大胆、大胆ですね。確かに。ほんなら俺男やったら怒られるわね。そうですね、逆だったらね。もちろん、な、誰やろ誰やろな、それ向こうから来てハグしてやで、そんな竹恵美にやで、ほんだら最後にさっとこう、それ怒られる、それは怒られますよね、絶対捕まりますよ、捕まるやろ。うわートヤちゃんとか言うてわーハグしてやね、ほんだら最後にさっとこあかんやろ、絶対ダメですね、絶対あかんな、ダメな人もいますね、すぐオーラができんねやろ俺大物という、大物という、確かに道歩いてても誰も気づかない時ありますよね。そうですか、なんでか分かんない、オーラ消してんね、スイッチの入れ替えができるんですか、消してんねやろな、知らんです、消してオーラがないとは思わないですけど、ただテレビを見てるとやっぱすごく気さくな方なんだろうなって勝手に思ってしまうので、気さくやでですよね、それは間違いないです。お会いしても気さくに喋って、子供も喋りく喋るからね、この間、お前一緒やったかな、そこの下の松本かなんかの蕎麦屋の前で子供に声かけられた、松本いうの、あのお蕎麦屋さんありますね、あれはね、はい、あのスタジオの下に、あの前でね、はい、はあ、あのいつもあの人間国宝で歩いてはる人ですか、窓かひどし似てない全然顔も似てないしね、メガネかけてるぐらいですか、メガネの人っていうだけ年も向こうがだいぶしたやしなんであんな若い自分から間違えられるの、帽子ですかね、帽子の形が似てたんですかね、帽子の形メガネと帽子かな、分かんないですけど、落語どんなやってんのお前、いや僕その今日やるの落語の歌なの、え違います、あのいや受験も受験もやってるからな、はい、そっからどんなやってんの、あの今日やるのは親の顔っていう、あの篠介さんの、ああ親、おそれやってんのを覚えてやってみようと思って、それでオープニングアクトやるっていう、そんなんその難波屋でやんの、そうです、お前な、はい、難波屋でな親の顔やったらえらいこっちゃで親の顔見たい人たちばっかりそこで寝たはんねんな、お前よう選択せえ、何倍で親の顔すんのお前やります、親の顔が見たいって、そうです、でもあそこで僕が前に前の CD に入れた銭があればって言った曲歌ったんですよ、ほうほう、まあ、最終的に働銭が欲しくて働いて体壊して死んでいくっていう終わるんですけど、なぜかめちゃくちゃ盛り上がって、それはええやんか、そうやみたいな、ゼニアみたいな、いやいやそういう盛り上がりは別に期待してなかったっすけど、生活の中で感じてることなんでしょうね、きっとね、親の顔はどうやねん、大丈夫か、いや大丈夫です、あれまあ言っても、あそうですね、大丈夫です、大丈夫です、だからそういう歌やるわ、どうやるか見たいお前らみたいなおい酒飲んでそんなお前親の顔見たいおいシューンってしちゃうかもしれないですからねあんな、ようあんねん警察でもな、はい、お母さんは心配してるやろいうなやつ、うん、あ、 ありますね、うん、まあカツ丼食えありますね、まあ、ドラマで、ドラマ、ね、ドラマでしか見たことない親の顔よう言うな、そうなんですよ、いや面白いなあの話と思って、ちょっとお前ちょっと歌ってみよう、今日はね何ですか歌、あ親の顔は歌ってないの、歌、あ親の顔普通の普通の落語です、落語です、あそうかそうか、そうです、落語として、ええー、座布団に座って、はい、座布団に座ってやんの、はい、うん、変わったことすんなもうでも何回か
されたんですよね。何回か。いやそれは初めてじゃなくて、あ、本番を知らんやろ、そのナンバーやは。はい、あ、そうですね。ただ先ほど番組の収録始まる前にちょろちょろっとそういうお話を聞いてた、引き出してまして、だから過去何回か落語自体はやってらっしゃる。やってんねん。それやったらええやんか、全然別に何もな、そんな、でも最初こう入る前に、収録の前に、今日なんか落語の人やるんでしょうって言われて、あ、バレたと思って、いや実はあれ僕なんですよって言ったんですよ、でもこれ言わなければバレてなくて、しまったと思って、名前も変えてらっしゃる、名前も変えてやって、名前はなんてやってんの、玉金亭たらくふざけた名前でやってるんですけどまあ名前ですからしょうがないですね。それで今日オープニングでやんの、はい、んないかんとこ名前言ったナンバーやと知らんなぁ。でそこどないして交渉してやったの、いつもみんなやったのな。そうですね、そこはみんな結構やるところ で、でそこのお店の人が今回ブッキングしてくれて、じゃあ3月お願いしますって言って。へえ、行ったことはないんやろ。私もないですね。今日ここでやるのはなんやねん。歌ですか。歌、今日演奏していただくのはスタジオで歌っていただきたいなということで、何歌おうかなと思ってんすけど、何歌おうかな、僕はバカになったんでもいい、はいはいはい、だまあそれからスタートして、はいはいはい、いいですか、ギター用意したんやろ、はい、はいはい、え、もういいですか、もういいですか、はい、せっかくですから、お願いします、用意もしてありますので、はい、おい、女ども誰、女ども、エディさん、レイカさん、鈴香さんで、あと中井さん、ちょっとみんな入ってくれ、あ、お三方どうぞ、女の子入った方がいいけど、確かにね、こうライブの感じが、はい、確かに歌いにくいでしょうね、3人だけだったらね、確かにね、全然椅子も3つちゃんとあります。じゃあ奥へどうぞ、ね、奥入立ち見出てんねん、これね、立ち見が、中井さんもですね、中井さんもお呼びですよ、中井さんもいらっしゃいますか、中井さんも、じゃあ膝の上座ってもうて、膝の上じゃなくていいです、はい、椅子ありますんでね一瞬膝の上座るのかな親の顔やらないゼニーの、はい、それではじゃあ歌わせてもらいます。浜田健二で僕はバカになったです。ありがとうございます。ものすごい嬉しそうにね、鈴鹿も見てますよね、ニコニコしながらね、どうでしたらいいか、どうでした、あの声、声がすごいいいですね曲もいい、あの声もいい、あれ何なの、あの声、枯れてる声な、どうしようだってなんかちょっと違うかな、なんかちょっと違うかな、そんなセクシーなの、どうやろ、どうやろ、どうやったの、いやもう一つ一つの歌詞がもうすごい響いてきてよかったです前歯舐めて、なんでダメですか、可愛らしい、ダメです、前歯、前歯はダメです、前歯はダメです、自分の前歯やで乾いてるから、それはいいですけど、それはいいですけど、何も中井の前歯舐める予定が、ああそうでしたか、それは失礼いたしました、ちょっと喉乾いてきたから前歯舐めてええ言うても確認のためにねそうでしたか、どうぞ、というのはなんで中井が俺が中井を好きなのは前歯やって言われた手紙があったんや、はあ、そう指摘があったんですか、うん、あの前歯じゃないかと、言うかもあの前歯や、へえ、言うかもあの前歯、ちょっとウサギ顔ですよね、ゆうかさんもね、うん、浜田置いてきぶりやいやいや、せっかく歌ったのにね、前歯の話を前そっちを膨らませちゃった、年取って分かることってようあるよそんなもん、で世代がみんな違うやんか、だからその時代では全然、俺の時代ってほんまにスリップ一枚で歩いてたおばはんようさんおったもん、信じられんやろ、うん、時代が ねそんなに前の話じゃないはずだ、ね、そんなに前でまあまあ昭和やんか、俺が子供の頃はだから俺が10歳とかそれぐらいの頃よ、うん、だから今からもう、まあ、55年ぐらい前やろな、はいはいはい、だからそんなあるやろ、55年ぐらい前にそんな、まあ、それから写真では見たことあります、おっさんが必ず上は裸やねん必ずやで、夏なったら上裸でいてた、いやいや、知ってるやろ安藤、
おったなそんなおっさん、うん、もうそれが当たり前だったんですね。もっと極端なこと言うとこれ何かなと思って後で分かったんやけど、うん、おばいくつぐらいのおばあんか知らんけど畑でおしっこしたあんねん、はあ、で俺子供やんか、うん、大きなケツやねんな、うん、立ってこっち向いたあんねん、うん、顔はこっちちゃうよ向こう向いたあんねん、はい、そばやってきたらやっぱりケツやったよ、はい、どこでおしっこしてんねんって子供の頃ほんまに外でしたある人おったんだよ。当たり前な。僕が子供の頃もどこやどこやねん。僕愛知県。愛知県は下あるわ。いやいやそしてどういうことね。場所によったり人によったりすると思いますけど。今でこそね、はい、言うたら男のタチションはなくなったけど、ほとんどないやんか、うん、で昔ようあったもんなタチション。ありますね。当たり前のように、うん、もうあの対策で鳥居みたいなの書かれますもん、ね、あそうですね、うん、壁とかにね。それはもうだいぶ前やであの対策、うん、あそうなんですか。お前いくつやねんあんなよ書いた今でもたまにありますよ。あるけど、ね、結構ありますよね。いやいやもう書いてあるよ、うん、それですけど、ね、そんなんの鳥何見てんの。あマリリンが到着しました。マリリン来たの。はいマリリン。こんにちは。はい、3人娘とのじゃあ交代で。爽やかに入ってきたな。そうですね。はいはい、はいはい、どうぞどうぞ。3人娘が。3人娘がね、浜田のね、歌を聴いてたんです。うっとりしながら、うん。鶴瓶さんの声もセクシーでしたよ、向こうで。じゃあ、しよう。その後。振りかけるようにしてさ。その追いかけ後は浜田のようにしか。そんな寝床みたいな。そうそう。逃げていきよった。レイカ逃げていった。俺は訴えられるかもな、ね、レイカに。気をつけてください。ほんまやね。年を取ったよ。なんで取っていこう。持っていこう。せっかく歌ってくれた。捕まったんか。捕まった。年いったない話じゃないんです。捕まった。やっぱあれやめといたよかった。やめといたよかった。後から公開してもしょうがない。はい、マリリンが到着。はい、はい、すいません。はい、なんか小綺麗に。だからマリリンね、そのね、あのテレビ終わってきましたよね。あ、そうですね。終わってくる。来たらね、はい、なんか。出勤する前に、そうですね、出勤する前に、ね、髪の毛が割とこうね、そうなんですよ、痛い痛いんですよピンが慣れないから。もう取っていいんちゃうの。取りたいでしたら爆発したみたいな。やってやってじゃあ、いいんですか。全然爆発しても爆発しても我々はいいですよ。でも京都まで帰るのに大丈夫ですか。そんなん全然大丈夫やって。それ俺爆発の方がええで、ほんとに痛い痛い嫌なんですね。もう自分としてもあんまり、はい、今マリリンがね爆発させますからね。爆発しますね。そんなもんいっぱい刺さってるんですよ。何やねん結婚式かい。何刺されてんねんこれ。刺されてそう、もっと抜いて抜いてみいな。抜いてっていいですか。いいどんどん、ね、今マリリンがねそんなみんなの前でこんなねピン抜くことないですよ ね, すね。しかも今日後ろで編み込みみたいなのをキュッとまとめてるので結構ピン刺さってるでしょうね。痛いですね。めっちゃ痛いんです。それやってくれはんねん、はい、向こうの人が、はい、プロが上手に撮りましたね。今4本撮りました。4本撮りました。自分ではこういうの多分髪の毛巻いてからアップにしてるから外した時すごくねうねうねするんでしょうね髪の毛、はい、だいたいいつ頃からそうなんていうの、その髪を気にしたりとかするようなの。年齢的に俺幼稚園とかから気にする子は気にしてます、ね、気にしてますかね。そんな早いですか。早い子は早いです。そうかな。お母さん次第だと思いますけどね。可愛い髪飾り買ってあげたりとか。あ、だんだんほどけてきました。バリ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 って言ってます今髪の毛が固めてあるんです、ね、固めてあるね。あのすごくないですか。なんかでスプレーでね、ほらもう指通らないですもん引っかかって、すごいんですよ女子って大変ですね。わわわわね、なんか走って逃げた子みたいほらだから言ってじゃないですか。そんなんじゃいやいやらしくないやらしくない、ね、男はそれが好きやね。そうキャーこのほぐした後がですか。これが好きなんですか。案外ねきっちりされるよりも化粧そんなにしてない方が好きやろ、ね、好きやろ。そうやろ。僕は口紅がダメなんですよね。あの真っ赤っかの最近流行ってますね。あれなんやのちょっとね、まあ、それに似合うか。あ、そうなんですよ。似合ってればいいんですよ。そうそうそう。お前がすんなボケみたいな水やからやっぱり久々に聞くとパンチがありますからね。だから水原希子はよう似合うよ。あ、そうですね。確かに。よう似合うやんか。希子はよう似合うであれ。そうですね。ねえ。うん、あ、すごい。憧れるのは別に勝手ですよ。勝手ですけど、いやもう家でやっとけみたいな。いや、それひどいですよ。いや、それして、それして言えてんじゃねえ俺は。いいじゃん。この野郎って。かわいそうな。そんなこと言うたら、お前道歩いたら、レンメダでこの野郎、この野郎、何してんだよ、この野郎、この野郎ばっかりだよ。忙しいやこの野郎って好みがあるわけですよ。そうですね。そうですね。そうやでもいやそれは若い子はええんか。じゃあねおばはんでもうね赤い口紅してる人みたいな、ね、それはちょっと落とした方がええよって
あるのよね。似合うレベルってありますからね。おばちゃんで、ね、それはもう真っ赤。こだわりですから、まあ、あの何歳になっても口紅を引いてる人はやっぱり自分は女っていうのを忘れてない人だから、ああ、それはいいですよ。すごい隅々まで気を使ってる方なので、うん、私は立派だなと思いますけどね。ああ、そうです。だから間違ってるこっちの好みに合わないというのは勝手やけどね。そうですね。そうやけど、うん、まあね、その前に本来痩せやっていうのもあるやん。塗る前にです、ね、その塗る前に痩せやと、その前に痩せやって、ね、気にするとか違うぞっていう、はいはいはい、厳しいですね。何あったんや、何あったんや。ちょっと嫁はん綺麗思てお前どうも、ね、奥さんお綺麗でね、お嫁はん綺麗で、そうなんですか。ここだからからか、ここの嫁はん綺麗で何やったんねん嫁はんは、ね、あの販売員っす。販売員ざっくりざっくりやな、靴の販売、そのどこのどの辺でや、大体新宿です、ね、あ、新宿で靴の販売、はい、春田、ハルタ、ハルタ、はいはい、わかりますよ。有名なブランドですね、ローファーとか。そうですね、そこで。ローファー。今日ね、全然関係ない話ですよ。ここへ来る、はい、ローファー知らんの？いやいやいや、なんで笑ったやろ、福ちゃん。はぁ、ローファーって言うたらちょっと面白くて。なんでよ。ブラックマヨネーズやな。ふぃはぁー、ローファー、ローファー。ローファー、ローファーは言ってた。そんな発音してないです。いや、今日な、角質ね、取りに行ったよ、この足のね、で俺ね、角質がね、あのよくたまるのよ、硬くなっちゃうんですね、硬くなる、はいはい、綺麗でしょ足かかとがね、ツルツルですね、ツルツルでしょ。すごい。これがね、2週間ぐらいになったら、もう角質がねたまるのよ、そんなすぐに、うん、だからこんなツルツルやねんね、まだ見てや、こういうとこですか、いやいや、ここやね、ここにね、かかとに、あ、ツルツル、ね、ツルツルでしょ、ものすごい。ほんでね、そのやった後ね、そこの人がね、あの、それでそれやったら病院行かはって、その足見せはったらどうですか言うからね、ああ、頭おかしくなるよ、こんなツルツルでやで、足とか止まるんですよ、だって説得力あるお前が取ったんやろ、取る前に言うてくれこんなツルツルでやで、足が止まるん、どこが止まってんの綺麗ですけどね、綺麗ですけど、綺麗なピンク色です、これがね、私なんですよね、たまるんですよってね、それ言われ言われ何日かするとね、心身ちょっと衰弱してるんちゃうか思うんで、綺麗やろこの足、綺麗です、こんなにピンク色の足の裏の男性初めて見ました。ピンク色、はい、あんまりこう男性の足の裏も見ないけど、ちょっと黄色っぽくなるじゃないですか、かかととかね、すごい綺麗なピンクです、綺麗、ありがとうありがとう、どういたしまして、素直に喜んじゃった、ね、そんなに見せて嬉しくなっちゃった、褒められたから嬉しくなっちゃった、いやいや、だからこれそんな言わはったやろ、ね、どうやって撮るんですか、そうやってこう、そう、なんか知らん、削るんですか、もう寝てしもてるわ、ものすごい気持ちいいよ、それがうちの歩いてもうほんまにね1分ぐらいのとこにあんねん、そんなとこに角質取りある、俺のために歩いて1分のとこに歩いて1分、まあ2分やな、2分のとこに角質取りなんかあんの、いや私はあるのか探してもらえないですよ、角質取りのお店私は見たことがないんですけど、専門店やん、角質屋さんがあるんですか、いやいや、美容院もある美容院もあるよ、美容院の中の奥に個室があってそこでやってくれるんだけど、そんなねとこにある、いや、ここにあるわと思って行ったんや、気持ちいいよこれ、ほんで、いや、でも鶴さんはたまる方ですから、病院行かはった方がいいです、もしかして、ね、何か菌が入ったりするのかねという感じやからって言うから、ほんで行ってくるわって、ピョッと足見たらツルツルやもうちょっと貯めてから、貯めてからです、ポイントカードみたいな言い方もうちょっと貯めてからいいから、いや無理や今でも、まあ、だからそう、今残像言ったけど世代が違うねんね、やっぱりその俺らが見た、うん、だから年を取ったら分かること言ったけど、世代がみんな違うのよ、はい、自分らの小さい時と、もう俺と、俺がもう小、僕らの小さい時だ、昭和30年代でしょ、はい、そうですね、小さい時で何年、私昭和63年の生まれなので、うん、生まれてすぐ平成になってます、うわ、はい、もうね、小さい時平成やもん、平成です、小さい時は一つですね、62年、変わらないです、そうです、ね、62年、はい、どんだろう、平成やねん、平成、え、まあ、小さい時は平成、いやいやいや、そうそう、ああ、心からついた時はね、54年生まれです、54年、うん、ほんなら子供の頃言ったら、それじゃあ昭和の終わりぐらいか、そうですね、だからまだ、
危ない人たちまだいっぱい緊張みたいな。ちょっと待って危ない昭和が危ないみたいに言うなよ。別にね時代性じゃないと。昭和パンチありませんだ。でも昭和あるか。悪い人がしっかり悪かったんですかね。そうです、悪い人が。いやでもねちゃんとあのやっぱり表現するんかね、きっちり言いたいことは言う、言いたいことという世代やるね。その言いたいことを言うてる世代の人たちがあの電話かかってきて、はい、あのそういうね応援団とか昔の俺らの、はい、やんちゃ応援団とかね、そういうその肉体派というか右か系のね、はい、ところのあの俺寮総門そういう寮に住んどったんですわ。住んどったやから俺そこでまあいそいそそこずっと居候してた友達がいらっしゃって、ね、友達 で全然そこでおったんですけど、今度そこの同窓会しようと。まあ、そういう連中ばっかりやからね、で大丈夫かって言ってね、ね、そんな変なんで会われへんで言ったらね、うん、大丈夫やと、うん、大丈夫だ会うけども、うん、うん、でその日にち出せって、お前らさっき出せって、そこでもうおたら行くから言って、うん、俺らはいつでもあると大丈夫かってなりますねいつでもある、いつでもある、なんでいつでも、うん、いや実はもう定年退職で、はもうすることがもうなるほど、って、そうか、年齢的にはそうなんですね。そうなんや。鶴瓶さんもだって本来だったらそうやね、定年退職があるんですもんね。定年退職やで、そうか、こんな忙しい、こんな定年退職また忙しい方がいらっしゃいます ね、 ね、こんな定年退職って、そんな定年退職の意味がわからんわ。そうですね、先輩もいらっしゃいますもんね、まだいっぱいね。だからいやいや、あ、合わすよお前にって言うから、いや合わすねってええけど、で大体何時いつ頃がええねん、いつでもええねん俺ちょっと寂しなってな安藤でも俺より一つ下やで、ね、一つ下やで働いてるやんか。そうですね、俺まあまあ偉いさんやからね、あるもう普通はこんなんせんでもええのに、はいはい、働いてるわけやんか、いやもうここ、まあ、社長やん、副社長やんな、うん、これ、うん、なもうずっとそれやんか、うん、ね、いや高校の連れやで、これ高校の下やで一つ。え、そうなんですか。俺の高校時代知っとんねん。へえ、高校の話聞きたいな、鶴瓶さん。俺の高校じゃ知っとるわ。下はみんな知っとった、俺の。有名だったんですよね、もう当時からすでに。うん、やっぱやんちゃだったんですか。やんちゃじゃない、やんちゃじゃない。いや、ただ、やんちゃなやつ、やんちゃじゃないし、喧嘩も弱いけども、そういう怖い人たちには物申したっていうことだけや。あのな、お前おかしいでっていうのはちゃんと言えたっていう人です。真の強さ。真の強さや。なんか喧嘩は弱いし、あれやけど、そのままボカボカにされても嫌やからね、だからちょっとお前待てやって言うてて言うてた人です。ただ言うてた人ですどうもあの人おかしいねだから喧嘩はそんな全然みんななんかむちゃくちゃに全然強くないし、もうま弱いぐらいです。ただ怖い人たちに、怖いと言われてた人たちの一番近くでものは言えたわな。可愛がられた。可愛がられたやろな。ね、ああ、そうやな。ね、なんかそういう、そのなんか、そういう生き方はあったんやろな。へえ。もうさ、あの、誰にの言うことも聞かんけど、まあ、俺の話は聞きよるよ。面白い人だというのが面白いからね。この人面白いから聞いたろうってのは、ね、いや絶対違うと思う。いや違う、絶対違うと思う、ね、この人面白いから話聞こうじゃないですよ絶対。もさてもうなんでしょうね、真実は分かりませんね。いやいや、だからその、ね、あの言うたら俺が3年の時に、ね、あのみんなあの、まあ、それだだんだんややこしになるけど、みんなでわーっと騒いだ時に、はい、まあ、みんなバンとこう止まるとかね、そういうのやってくれましたよ。みんなリーダーシップすがせーってシュンとこうなるのを見てあったやるんですよね、はい、あ、じゃあそういうどういうたよね、ベランダに出て、はい、みんな下に俺が一番下におって、はい、ベランダでバーっとこうわー言うとベランダの板をバン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 、はい、叩いて言うてものすごい大きな声で叩くわけやね、はい、で俺でそもそもなぜそうなるのかわからないですけど、こうしたら叩かはるわけ、はいはい、たね、何度も叩いとったんちゃう、はい、でわーでチャンチャンチャンとかチャンチャカチャンチャカチャンチャンチャカチャンチャンチャンとこうみんな指揮者みたいに指揮者みたいにしてる人だっそれを聞いてもいいわかんないですけど、まとめてたわかんない、リーダーシップの
のある方、指揮者みたいにしてたおもろいやつって。マジでそうよ。別に喧嘩してたわけでもない。喧嘩なんですね。ほんまに面白いから全然喧嘩。気持ちよさそうですね。気持ちいい。ほんな1年生もみんな気持ちいい。下の子らもみんな気持ちよかったよな。で俺もすぐ職員室連れて行かれんねんけど。何をしてるんだ。何しとんねん。何先導しとんねんみたいな。だからいいともでほれなんかあのタムリさんがやらはるもっと前やな、いいともでやらはるもっと前やわ、へ、いや別にあれそれをパクらったわけでもないけど、へずっとやってたら気持ちいいやんか、全校が集まってやなやるわけやんか、すごいですよ大合奏昼間出てきて、うん、この字に あるわけよね、あの校舎が、はい、ほんでそこに昼間その叩きたいために出てくんね、うん、で安木節がチャンチャンチャンチャカタン、あれうまいこと叩きよったな、チャン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 、はいって終わるんだけど、ほんならスルーが上がったわーって言ったら怒られる、そういう指揮者ですよね、そうですね、悪い人じゃない、わかりました、理解できました、理解できました、はい、指揮者、はい、指揮者、指揮者ですね、指揮者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 ですね、ほんまに有名だったんです ね、 ね、有名な指揮者、有名な指揮者、それだけ聞いたら指揮者だったら佐渡豊です、佐渡豊です、佐渡豊やったらね、佐渡豊やったら、そんなの学生の時は目立ったやろ、こんな綺麗かったら、いや絶対モテたです、いや、これ否定するんだ、こうやってね、やね、私すっごいブサイクなんですよ、昔の写真見たら、今もお化粧してますけど、変えって可愛い基準がもう違 う、ね、いや変わらないです、そういうこと言うとまた嫌われる、昔ブサイだった、いや今もですけど、うわうわうわすごい、男子にブスブス言われた、言ってやってください、じゃあブスブスって言われてました、ブス言うのもわかるよ、でもねわかんねえ、そうブスって言うように言いてみたいねんけど、うん、あのあれや変にセクシーやんか、うん、え私色気はないです、好きだったんじゃないですか、言ってきた人が、いやいやいや、ブスブス言われてた、はい、あ三つ編みしてったらゴリエって言われて、ユリエって言うんですけど名前が、うん、ゴリエって言われて、ね、心折れてもう三つ編みやめたりとか、すごい割と暗い、そう男の子から言われて、はい、いや好きか、それはもう人気者だったんですよ、ね、それ A パターンですね、何パターンも知りたい、 A パターン、 B パターンは何なんですか、普通の一番レギュラータイプのやつ、まあ、男が一回通る道、あ可愛くないなみたいな言うのは絶対好きですもん、簡単、そうそうそう、そんな何もある、俺も一番好きな子に鳥の糞入れたもん、やだそれは出ない、それはもうただのサイコパス、そうそう、トリッキーな方ですね、D パターン、 D パターン、あ飛んで飛んで D です、あーん言うてね、なんか割り箸突っ込むとかそれ流行ってたよ、まあアホみたいなことがね、あのバテとバター、まあまあね、子供の遊びですから、ね、子供の遊び、いくつぐらいなんですか、ち結構大きいな、小学生の話じゃなく心は育ってます、なんかそんなあいつ流行ってたよな、ね、おばちゃんに呼び出してくれてやったこれと、そりゃそうでしょ、鳥の糞はね、うちの子にね、そりゃそうです、今考えたらね、もう年を取ったら分かることよ、それはもうある程度言ったら分かる、絶対その鳥の糞はね入れたらあかん、口に入れたらあかんの分かった、中学まだ知らなかったんですよね、分かりますよ、中1でも、でお前なそばでな、もう大きな目で俺を見つめすぎやねん、それ誘ってんの、誘ってないです誘ってるわけないの、そんな友達、浜田言いよれへんか、浜田、そんな言わないんですよ、浜田と俺はまあ一緒ぐらいの頭やからな発想の豊かさがね、浜田がね、うん、そんな言えへんな、浜田、浜田きつく言いよる、いやいや優しいです、優しいね、はい、すごく優しいです、たまり場のところでは、収録が始まるのを待ってたりすると、出演者の方はみんな座ってらっしゃって、私はもちろん社員なので立って待ってるんですけど、うん、椅子引いてくださったりします、いや座っとけお前、優しいですね、なんかそれは寝ろっとん、いや違いますよ、寝ろとん、なんですか、みんなに優しいです、みんなに優しい、はいはい、みんなに優しいね、はい、なんかおかしいおかしい、そんなわけみんなに優しいしてるところをお前に見せてんねん、はあ、それは A パターンやねA パターンなんですか、それは A パターン、 B と C は何だろう、 B と C が何だろう、 B と C、 まあ、A パターン、 A パターン、適当に言っちゃったから、鶴瓶さんは D パターンだ、俺は D なの、俺はもう極端に鳥の糞口に入れる、例外すぎる、やったことないですよ、聞いてみたいですよ、だからこれは
これはどうでしょう、ものすごい好きな子にね、うん、プレゼントの時に、はい、こんなこれデッサン描く胸像あるやんか、あのこれ石膏の石膏の胸像、はいはい、ね、あれ送ったやん半分それ何のやつなんですか、なんか知らん、アグリッパや、アグリッパっていうのはあるけど、外国の男性の、ね、男性の胸像、ね、好きな人やね、誕生日に送ってんけど、デッサン用のこれは何パターンそれでもどう受け取っていいか、重たかろうし、高かろうし、本当ですよ、それはもうかっこいい思ってたよな、それ頭おかしく、何歳ぐらい、何歳ですか、それだから中学生や、中学生逆に混ぜてるのか、何なんだ、年を取ったら分かること、いや分かってないから、あかんあかん、そんな人あかんってな、お前な、何か欲しいとかそういう話があった、いやないねんか、なんか美術やってる女の人とか、いやいや、ちゃうちゃう、違うんですか、全然ちゃうねんな、だから未だにもうあれ返してほしいわえ、それは買ってきたんですか、買ってきた、高島屋かどうか、高いですか、ナンバーやから金鉄やね、金鉄いい値段しますよ、いい値段やけど、もうこの子には好きやからこれ渡そうって、喜ぶと思って渡すんですか、全然喜ばなかった、何のこっちゃ分からなかったそうでしょ、受け取ってはくれたんです、受け取ってくれたやろな、重いからなんか家のくれた思ったやろな、開けたらこんな おっさんの裸出てきて、これもう絶対恥ずかしいわ、今考えたら分かることそしてプレゼントベタやわな、そうですね、それは回り回ってこれにしようと思うんだよ、考えすぎちゃったんでしょ、考えすぎるともう分からへんわ、今でも愛と優しさはすごいのに、女の子にどうしたらええねんね、女の子が好きなもの喜ばせようと思うとね、分からへんやろ、もう僕聞きます、ああ今はね、もう欲しがいないの、もうなんか一時期なんか流行ってませんでした、サプライズとか、なんかね、ありましたよね、今もあるのかな、絶対失敗する可能性大なんで、もう何が欲しいですかみたいな、いやらしいで、あ、これが欲しいってなったら、あ、じゃあ買ってきますみたいな、合理的です、それは誰に言うの、奥さんで、そうです、そうです、奥さんね、付き合ってる頃からそうやってらっしゃる、そうっすね、あれが欲しいって言ってたなと思ったら、覚えてたらそれ買いに行くとかは、いやだから俺女の子だってもうだいぶ年下ですからね、あの A スタジオ あの一緒にしかやってる子が卒業する時の渡すやつとかね、あ、難しいですよ、あれ難しいですね、大事なものになるでしょ、でもやっぱり自分でこう手渡してあげたいわけ、うん、難しいね、難しい、うん、難しいよ、優しいよ、優しいよ優しい、優しい、確かに福島さんはサプライズとね全くやらなさそうです、やりようがわからない、してほしいんやけどな、してほしいですか、うん、なんか福ちゃんが女の子のサプライズしたことないの、いや急に家の前立ってるとか怖いでしょサプライズサスペンスですよそれ、やだなやだな、いやどうやってんのか、何をするとサプライズ、プレゼントしたことはある、ありますよ、それはあるけど、女の子にあるんよ、どんなんなんか何をなんか花花をあげるんや、花はチストそれ、ね、花はなんか添えなきゃいけないでしょ、花え添える花はあげるでしょ、で僕その花をもらった女の側から聞いた話があるんですけど、うん、めちゃくちゃ邪魔くせって言ってましたよ、分かってんだよ、待ち合わせ場所に待ち合わせ場所にそんなん持ってくんないよ、分かってんだって、あれどうしていいか分かんない、なんかダメみたいな、僕それ聞いて絶対やめようと思いました嬉しい人もいます、嬉しい人もいるでしょ、そうそう、それお前らな、それ誰か知らんけどな、中途半端な花送るからやん、ね、おそうだ、もうこんな見たことないような花送られてみ、いや私こんな初めてもらった、邪魔ですよ絶対こう次のとこに松の木みたいな、そんなの大木みたいなのを持ってこられたら、いや大木やれ、あれバラが200本とか多いでしょう、それね、それ嬉しいですか、ね、いやでも女子の憧れはバラめちゃくちゃもらうことやもん、めちゃくちゃもらう、バーンと思って家で、それであのね、一番なんか花屋さんがあの作った花の飾り方じゃないやつなんですよ、やっぱりそこにバサバサバサと思って家帰って、まあ、ちゃんと切れるようにしとくねんけど、はいはい、家帰って自分で飾りなさいというようなんでバサッと持っていくね、あ、そうそうそう、ちょっと考えてね、そう、なんかあのバラでもね、それからそう、欲しいんですかバラが、
惜しい。でもいや夢みたいな、ミニバラとかね、はいはい、ミニバラね、うん、あれ油虫つきますよ。でもミニバラ、いやそんな、なんでそういうもうマイナスな、ミニバラアルバムちょっと悪いっすね、上手にやんないと難しいですよあれ。ミニバラって結構今浜田よりも言い方悪い。いやほんま油虫世の女性たちの夢よ、バチャバチャってなりますよ。植えるからでしょ。生け花はまた別じゃないですか。生け花であげるの当たり前だし、花束でと、花束やね。ケンさんにこうさしてこもってくるじゃない。違う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 な、成果でってことね。花束にして当たり前やねん。2週間ぐらいかたまった隠しで顔ついたのか。今ピカピカだからできない。あんまり嫌じゃないかもしれない。今綺麗からね。元はといえば花束邪魔だって言い出したのは、いやそういう意見がありますよってことを言っただけで、別に僕はなんで言ったんですか。じゃあなんでそんな言ったって。そうだ、一生懸命言うてんの。そうだよ、頑張ってんの。いやそれはひどいよ。いやなんか何してんねん、そこ書いて。どこ書いて。アルバ、アブラムシついてる。どんなマリリは何、花はどうやねん、花は。花、うん、花はやっぱバラ、うん、あとの花あんま知らないですけど。花の名前が出てこない。ちょっと花の名前ちょっと言うて、マリリ。ちょっと花の名前。特に今のこれからの。花の名前言い合おう。ね。オッケー。はいはい。季節って言われたら出てくる。みんなで言い合おう。お、そんなの。みんなでね、はいはいはい。はい。ほんなら言うて、そっちから。梅。おう、渋っ、いい、ね、まあ、間違いじゃないですかでしょ。まあまあ時期的にええよな、うん、梅ね、時期ですね、梅書いといてや、はいはいはい、はいはいはい、書きましょう書きましょう、かぶっちゃダメじゃん、梅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 、はい、梅、はい、梅、はい、まあ、ツツジ、あ、渋いですね、全部なんか木の花ばっかりです、ツツジ、ツツジ花でしょ、花じゃありませんか。今花束の話なのに。花じゃないの。ツツジヤギこだ死によね。知りませんか。そうなんですか。気をつけないと。嘘。そうや。じゃあツルどういうお花のことを言ってるのちょっと。花言ったらやっぱバラやんか、バラ。バラ、バラ、ね、いいんですかバラ。バラ。梅ツツジはやっぱ。いやいや今こうやりやってからは初めてやんの。はい、はい、チューリップ。チューリップ。あ、かわいい。いいね、チューリップ。こういうのでしょ。本当だ。花やで、そんなもんツツジなんて。そんなツツジ、ツツジも綺麗ですよ。これラベンダー。ああ、そう、そういうこと。おしゃれ。ラベンダー。横文字ってことか。ハーブで。あれね。タンポポ。タンポポね。草やん。違う。でもお花はお花。花です。花ですってタンポポ。間違いじゃない。草やん。いや、ひどいなと思って。ねえ。うん、だからガーベラとかそういうことでしょ。ガーベラこういうことでしょ。嫌いやね、ちょっと前なんでチンチンみたいに出てるやつやろ。あ、リュセリウムかなんかいうやつか、あれ赤、真っ赤、真っ赤だね、ピュッと一本白いの出てるやつなんや、あれ何そんな白いのあるで、そんな花あるんすか。リュセリウム真っ赤やね、セルロイドみたいなあれやけど前にピュッと出てる。ツツジ、ツツジ違うちゃうっちゅうね。あ、じゃあ、椿椿椿はちゃんとした花。え、椿も出てましたよ、ピュって。え、真ん中にピュって。お前、嘘。本当椿椿も出てましたよ。椿真ん中で出てないって。立派なポって。なんか言い方でしょ、それちょっと真ん中にある。椿そんな真ん中出てるか。ありましたよ、ポンって。大きいのは大きいの、ポンって振ったのが。何本かね、こう、わっと出てるイメージありますけど。あ、それいうかな、遠くから見たみたいな。どっから見たの、どっから見たら。椿のそんなもん出てないって。何の話だよ。綺麗な話やったのに。もうやめよう。これやめよう。無意味だ。無意味や。生産的じゃないもん、これ。アンセリウムかなんか綺麗な話したのに。アンセリウムやな。アンセリウム、あれ綺麗やね。セルロイドみたいなやつでピュッと、ガーベラは綺麗ですよ。え、ねえねえ、アンセリウム、そう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 。ガーベラはね、まあガーベラは、まあ、ああ、ねえねえねえ、いや、さっきの見て、あ、それねっていう。いやいや、それってラジオ聞いてるのに分かる。本当合ってんのかどうか分かんない。写真かなんかないかなと思ってね。そうですね、今絵でした。あ、写真今出してくれた。あ、これツツジみたい。あ、そうそうそう、これあのハート型の赤い葉っぱがあって、その真ん中になんかヤングコーンみたいなのが飛び出してるんですよね。あれ嫌いや。俺あれ嫌いやわ。確かに嫌いなんで、捉えようでしょうね。あれとそのなんかよくあの、いや、どうしてってやんな、掘り下げるな、そう見てみる、いや、俺そういう意味じゃなく、周りがそれなんていうの、セルロイドみたいやんか、うん、なんか作り物、作り物っぽいな、あ、なるほど、うん、そこに一本ピュッと出てるやろ、これ何の意味やのっていう、艶がありますもんね。それとあのランも嫌いやね。
あ、そうですか。うん、ラウンなんか、お店とか始まった時に送られるやつね。俺だからラウンは送らないね。ラウン、うん、好き嫌いありますね、ラウンはね。ラウンは嫌よ、なんかね。あんまりお好きじゃないですか。その割に高いでラウン。高いですよ、うん、育てるの難しい。三連言うたら3万ぐらいしますから、三連これでね。コチョウランはね。コチョウラン、コチョウランやな、また高いのが。コチョウランは高い。そんな高いんすね。お前何しに来たんや。どういうことすか、歌いに来たんじゃないのか。急にもらいに来びっくり、花を言い合おうって、急に道路にドーンだからお前から言わなあかんのちゃうんか。歌っていいですか。そんなこと僕歌わせてください。そもそもこうゲームバーやってて中断させたの、急にチンチンで終わりましたからね。違う、そんな言ってない、ね、それは言ってない、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 言ってないよ。取り方がおかしい、言ってないぞ。鶴瓶さんがよ、それちゃちゃ、鶴瓶さんじゃなくね、マリリンが言って、なんかブーン出てるやつ。いや、まあ、あの大元鶴瓶さんがおっしゃいました。そうですよ、それはもう大元はおっしゃいました。お前何しに来て歌うたらいいですよ、歌うたらいいですよ。花のゲームやりきたんじゃないですよ。花の歌、花の歌ない、一個も花の歌、華やかな歌。いやいや、ゼニが素晴らしい世界歌いや。あ、終わりました。ギターでいけるか。はい、もう次行きます。素晴らしい世界、うん、うん、あ、そうか。来た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 、ちょっと、ちょっと、おい、みんな喜びたい、入れ、喜びたい、盛り上げ屋さん。ちょっと、そんな言い方いただきます。喜びたい、今から入りますよ。意味じゃないですよ。喜びたいですからね。喜びたいですよ。はい、入ってまいりました。あ、華やかになります。そこ8位だと持ち立ててもいい。じゃあ歌わせてもらいます。レイカさん、レイカさん、レイカさん、はい、お仕事中です。中井もちょこっちよりいいや。そうな、浜田健二で素晴らしい世界です。ありがとうございます。これなかなかええ歌よね。うん、うん、やっぱりね、うん、生きてたらいろいろありますからね。うん、うん、もう俺でもほんまに素晴らしい世界は思いますけどね。なんやかんや言うてね、テレビ見てたら、そのなんか苦経験とかなんとか言うて、うん、ね、まあ、森友の問題もいろいろ見てたらあるけども、はい、ね、うん、関係ないと。自分がどう考えるか。自分がどうかやんか。楽しいやん、それね。楽しいと思うよ、この年までずっと生きてきて。うん、いろんなことあるよ、いろんなことあるけど、まあそれは生きてたらいろいろあんねんもん、うん、楽しいで、うん、そう言えるっていうのが素敵ですよね。いや、そう言いたいな。だから、いや、変な話、やっぱり一生懸命やってるからやんか。うん、いやいや、自分がええとかじゃない。今日もうんと、まあ、鶴瓶さんもずっと朝からやってて、で、角質取りに行こうと、うん、急にね、はい、はい、角質取ろう、いっぺん角質取ろうと、角質取ろうと思って、で、明日落語会で、うん、あの、どこ行こうかって、まあ、明日僕休みやから、うん、このまま怠けててもしゃあないから2本入れたよ、落語会。あ、うん、そう、自分で動くっていうのが大事よね。2本ポンポンと、あ、こことここって言って、うん、だから明日繁盛亭出て、それからその若い岩田行くのよね。時間合わせて今電話してっていう感じです。へえ、うん。そういうのは自分で決めていかないか。で、決めていくには、これ、まあ、偉そうな言うこと、下地がないとできへん。何にもないのに行かれへんやんか。だから皆と付き合ってるから、電話して出ていいって、出てほしいと、うん、おうの分かったでよと、飛び出てるわっていうことを言えるわけやんか。関係があるからね。で、では関係があるし、で、自分の話を聞いてもらうことね、うん、もう何やのこの話とかじゃないやんか、はい、あ、ええ話聞かせてって、俺は今これからネタ下ろしやけどっていう感じやけど、でももう下地があるからやる。そうでしょ、その行き当たりばったりで出んのちゃうねんもん。そうですね。だから下地を作ることによって楽しなるよ。あの、何にもせんと楽しないっていう、怠けまやんな。そうですね、そやろ、はい、なんかしてるから次できるし楽しいね。ほんで明日ここ行って、ここ行って、こうして、あいつら連れてどっか行こうかまで決めてるからね。行くか。いきなり手当たり次第手当たり次第でね。いやいや、ほんまそう、おもろいと思うことがすごい大事じゃん、もう。そうですね。もう、何してんの。すみません、ちょっと髪が落ちそうになっちゃったんです。でも、ええ歌や、これ。どういう時にできたんですか、この歌。あの、
明日歌ったやねんこれ。あ、明日今日歌った。今日歌います。これ絶対歌うべきよ。今日ライブなんですか。今日この後僕ライブ、あの、はい、西成でやんのよ。あ、へ、そうなんです。ほらもうこれ本当に歌ってあげた方がいいと思う、でもこれはあのヒントはあの落語の死神の最初にもうじゃあ俺みたいなやつ死んでやるって言うんだけど、めちゃくちゃ言い訳するじゃないですか。あの、はいはい、あれ首ついてどうやるんだっけなとか、ね、息止めたのがあの10秒までは数えたことあるけどみたいな、11秒から誰が数えるんだろうみたいな、そういうことをやった時に水がヒントに、あ、こういうの書いてみようと。あ、落語やな。死神から生まれた歌なんですか。結局あの言い訳しまくってるけど僕生きたもん勝ちだと思ってるん でそういう歌にしようと思って。な、落語ってそれすごく大事だね。だから俺らもその落語する時にその死神やるんやけども、まあ、死神全部変えてやるんやけども、まあ、救いを一つ持とうと。でなぜ死んだかっていうのを言おうと、なぜ死んだ、なんで死んだらあかんのかと言おうと思ったら、はい、自殺って楽になると、うん、死んだら楽になると思うと、はい、ね、いやそうじゃなかったんやと死んだ人が言うねんもん、うん、そうじゃないと、あのもっと冷たいどん底に落ちていってもう冷たいところに行ってしまうと。でそれを助けてくれたのはあの光なんだと。だから闇は闇で助けることはできない、闇は光でしか助けることはできないんやって。でそれずっとその光を頼ってくると、その、まあ、俺の作ったやつけど、あの笑顔に合うのよ。へ、うん、人の笑顔に合うと。やっぱりその死んだらあかんということをそこで分かるわけよね、はい、うん、いやだから、いや闇は闇で助けることはできないっていうことを言いたいと、うん、深くいくとね、はい、うん、いや、いいですね。だそこを一つのベースとして作ったわけね、落語は。へえ、うん、聞きたい。死神ね、うん、死神、ま、またやりますからね、聞いてください。今はメカウマであの押してますからね。明日は繁盛亭でメカウマやりますから、はい、メカウマね。メカウマ聞いたことないです。あ、うん、ぜひ、うん、昨日すごい面白い、昨日子供の前でえらい受けましたよね。じゃあ子供もわかる。子供もわかるけど、まあ、わかるかわからない。子供わかるのに。子供わかるって、子供が子供をねバカにしたが、子供、昨日の子供めちゃめちゃ笑ったよ。あれやばいな、やばい。お前と俺とが付き合ってこうやってね、付き合ってしてこうやって楽をやって、ようやく分かってきたよな。そうです、5回聞いて分かります。え、同じ話。それではここで一つお知らせがございます。はいはい、どこで、ここでです。このタイミングでという、はい、言い方が悪かったかな。すみません、失礼いたしました。丁寧に、ね、説明しますが、今年も大谷さんプレゼンツ鶴瓶話2017を行います。今年の大阪公演は5月の17日の水曜日から21日の日曜日の5日間です。はい、あの鶴瓶さんがされるんですが、場所はですね、森の宮ピロティーホールです。時間は5月の17日水曜日から19日の金曜日が夜の7時開演です。そして5月の20日土曜日、そして21日の日曜日がお昼の2時開演となっています。そして恒例の番組先行予約ですが、これまでと一緒でメールでの申し込みをお願いいたします。お名前、ご年齢、住所、電話番号とご希望の公演日を必ず書いてください。お名前、ご年齢、住所、電話番号とご希望の公演日を必ず書いてください。チケット料金はお一人様1公演のみ、2名様のペアでの販売とさせていただきます。料金はペアで12,000円です。今回の先行予約は大阪公演のみとなりますのでご了承ください。ご応募はこちらまで、ヤンタンアットマーク mbs1179.com、ヤンタンアットマーク mbs1179.com までお願いいたします。締め切りは3月の13日の月曜日到着分まで有効とさせていただきます。応募者が多い場合は抽選となりますので、こちらもご了承ください。そして当選された方にはマネージャーの浮木さんから3月の20日の月曜日までにメールでご連絡いたします。チケット代のお支払い方法はその時にマネージャーの浮木さんから説明いたします。はい、ご応募お待ちしております。大谷さんプレゼンツ鶴瓶話2017、ぜひ足をお運びください。ついでにこの4月の17日の浜田健二のね、はい、ライブをちょっと言うたろうや。 こ, れ、ね、こちらはアコースティックライブ、投げ銭ライブ、はい、浜田健二ワンマンという、ちょっと待って、わからないの。いや、
投げはるんですよ。おっあちょっとわからないの投げ銭ライブ。あ投げながら歌うんですか。あ こっち投げる側なんですかってこ ってこと投げ方がどういろいろあるってことな。トリッキーですね。どういうことどういうこと教えて。今まで知ってわかるやろ投げ銭ライブ。はい多分わかります。わかるね、はいはい、え一緒でしょみんな思ってることは。え、うん、全員敵です今。嘘嘘こいつ投げ銭ライブわからない。信じられない。結構ポピュラーなライブですか。まあ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 、まあ、要は、まあ、でも投げ銭とは言わないけども、はいうん、まあ言いますけどね投げ銭堀銭ね。堀銭デブ銭とかね。まあ、あのライブをやるということで、お聞きの皆さんはお分かりだと思います。で、場所はですね千日前の大きな輪と、これは、そういうライブをホールというかビル分かります。千日前にある味噌のビル、はい、味噌のビル分かる、はいはい、の中にある大きな輪、はい、大きな輪というところだそうです、はいはい。味噌のビルの中に入っています。開演は午後8時からです。はい、ご登場になるのが浜田健二僕だけです。だけ浜田健二のね、あれですね。その後ろにラットザシンダバンド、あこれは僕のやってる、バン、はい、バンドのお名前ということですね。はい、はいはい、こちらもぜひ足を運んでみてください。18日が神戸ですよね。はい、神戸であるんですよね。こちらもアコースティックライブ、そうです。歌物も劇場ですよね、はい、元町の東出口を出たところでございますね。東口を、はい、はい、45回目なんですね。浜田健二のオラこんな村嫌だ、勝手に名前つけられてたんですもんね。まあそういうね歌があります、はい、それではラストはこ あのレコードを聴いて CD を聴いて、はい、うん、何がいいですか健二。僕は14歳、やっぱいいですね。これはもう名曲ですよね。それじゃあ14歳を聴いてお別れしたいと思います。